はい、カオス CBU です。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。午後から作業です。天気がすごくいいですけど、この自宅周りの整備、もうね、自宅がジャングルになってます。もう自宅が廃墟状態になってるので、まあぼちぼちですけどやっていこうと思います。先日は向こう側の派手の木はまだそのままなんですけど、あそこをやったんで、今度こっち側の裏ですねをやっていこうと思います。で、この後ろはゴミのコンポストが2つ埋まってたところですねをやっていこうと思います。はい、暑い中ですけどぼちぼちやっていこうと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。じゃあもう暑いのでやっていきます。こりゃまあ南天ジャングルとか富士鶴地獄とか行きゃいけんだ。これは自宅ジャングルやな。まあ、自宅がジャングルやわ。まあこの機種はちょっと石が多いからやりにくいね。まあ、でも頑張っていきましょう。もうここ石ばっかりでチップがめっちゃ飛んだ。うわー、チップが飛んだわ。振動が出だしました。で、あと少し角ですね、祠があったとこまで行きましたんで、角やっていきましょう。はい、綺麗になりました。今度上の段もちょっとやらないかんけど、チップがこのチップ層がめちゃくちゃ飛んで振動が出まくって、ちょっと手がしびれるな。まあでも暑いんで今日はこれぐらいにしておきましょう。短い草刈りでした。はい、じゃあ全体的にどう枯れたか見ていきましょう。はい、こんな感じですけど、ボイラーのとこがまだいかんな。あそこに藤のつるがね入り込んでるよな。こういうふうに綺麗になりました。で、ここもやらないかんけど、ご覧の通り石だらけなんですよ。石だらけ、すごい。ここののり面もね石がすごいんですよね。ここもやらないかんですけど、はい、こういうふうに綺麗になりました。向こうが祠ですね。はい、昼から作業ですけど、短い時間でしたけどやりました。もういろんなところがジャングルになってますけど、自宅のジャングルが一番ひどかったような感じです。はい、でもさっぱりしましたね。はい、ということで非常に暑い中の作業でしたけど、少しだけの草刈りでした。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。